今までレーザー光っていうのはとても危険な光だったので、会場の天井とかそういうところを狙って照射するっていうことしか演出上不可能だったんです。そこが今回のファイバービームになりますと、お客様に直接当てることも可能ですし、演出の幅がもうめちゃくちゃ大きく広がって、バーチャル空間のような中のイメージがリアルで体感できるのかなっていうふうには思います。プロジェクションマッピングですとか、ホログラムとか、そういった技術のこの最新と最新の掛け合わせで、とてもなんかこう今までにないものが見れるんじゃないかなと思って、めちゃめちゃ自分でもワクワクしています。光にはやっぱり無限の可能性があると思うので、そこを表現していけたらいいなと思ってます。